議論っていうか話題になってたじゃないですか。何お前弱いくせにプロの,の出た。出たそれ出た <laughs> それあっそう、それに関してはちょっとまず言いたいですね。<laughs> プ,ロプロの野田葵を煽ってんだよってめっちゃ話題です。いや、まであれに関しては、えまず一つ言えるのが、なんか弱いくせに煽ってんだよってことはまずあったんですけど、まず一つね。はい、じゃ強い弱いって、 誰が決めんの感じじゃないですか。この、煽るときに、じゃあ強くなきゃ煽っちゃいけないのっていうのもあるし、まずブレイキングダウンなんだから、あんなじゃあプロの奴らが出てきて、じゃあプロ同士が試合したにもかかわらず、あんな見合った試合しまくって、誰が面白いのって。プロならプロこそ、プロだからこそ、ハイレベルなね、ど付き合いした方が絶対いいじゃないですか。あんな見合って見合ってね、やって,て、俺は逆に言えばもうっけて,てあげたみですよ。 本当に。<laughs> いや、本当にさ。だって、あれを見てて、こう、煽られるとやんなきゃいけない、多分気持ちになるから。それでちょっと行ったっていうのもあると思うんですよ。だから、俺に関してはすよ、逆に。あれは。だからもうそこで圧倒的差を見て、野田碧すげえっていうなった方が、そう、そうためだよっていうことで言ったの。そう,そうそうそう。だし、なんかもう一人の子もキックボクサーで多分やってるらしいんですよ。だから、どっちが勝ってもいいんですけど、うん、どっちが勝っても、こう、うわ やばこいつ、生ら強えじゃん、みたいな。っていう風になるために言葉を喋ってあげたのに、謎に俺が叩かれるってよくわかんない仕組みを作り上げたんですけど。あれに関しては、まじでちょっとムカつきましたね。なんか、しかも切れ抜今日回ってきたんですよ。なんか、プチ炎上した歳三みたいななんで俺ら止めたっけ僕が煽ってる姿が出てきたんですよ。いやいや、みたいな。俺、あれ、助けてあげただけだよって、あいつらのために。俺、本当に思ったっすよ、あれに関しては。 だからブレイキングダウンで自分もいろいろ今までやってきてしようといろ、はいろ、はい、言われて経験して先輩だからこそ俺<れ>と言えたわけですね。本当にそれ俺はあの子たちを助けてあげたのになんでそんなことをわざわざねみんな叩くやつがいいんだよみたいな。てかごめんなさいこれも一つあったんですけど昨日名前忘れたんですけど、はい、なんか K1 の人かなはい、はい、なんか X で。 なんかブレイキングダウンなんか見ないで9月本場の大会を見に行きましょうみたいなのが書いてあったんですよ。私、うん、K1 の子なんですよ、確かに。うん、それもさ、思ったんですけど、何が本場で何が本場じゃないかも、じゃあ誰が決めたって話じゃないですか。それはれ、ね、別<に>単純にプロかプロじゃないかじゃないですか。うん、ブレイキングダウンってプロじゃないんですか,かあんなに視聴者がいてさ。プロの人り稼いでたりするよね。 そうっすで、プロボクサーは試験あるじゃない,あるじゃないですか、ライセンスね。はい,はいはいはい。でもキックボクサーって別にライセンスないんですよ。テストとかって。あ、そうなんそうっすよ。だから、プロの大会に出たら、プロキックボクサーなんですよ。っていうのがあるんですよ。一応、それはでも、資格とかはないんだ。ナイスナイスナイス。出て、でもプロの試合に出た、うん、イコールプロみたいな。そうそうそう、そうなんですよ。だから、マジで思うのが、 じゃあ何をもってプロなのかなって何をもって本場なのかなってめっちゃ思いますよだって僕が一番重要視してるのは世間の見られ方とか世間が何を求めてるかと思うんですよイコール視聴者数だと思うんですよじゃあその k 1出てるその人が本場っていうんだったらどれだけじゃあ見られてんのって話もあるんですよ